ダメージコントロール。ダメージコントロールとは、物理的な攻撃、衝撃を受けた際に、そのダメージや被害を必要最小限に止める、事後処置を指す。通称、ダメコンなどと呼ばれる。自動車分野、医療分野、格闘技などのスポーツ、軍事分野などで使われる。軍事分野における、ダメージコントロールは、特に火災、衝突、 座礁あるいは爆発等が発生した感染において、水密、機密を保ち、予備浮力と復元力を維持し、可燃物を除去、火災を沈下させ、ガスへを排除、非常用の核装置を準備、被害の拡大を食い止め、負傷者を承知し、さらに故障を復旧、所要の動力等を供給することである。一般的に装行を強化するといった、 被害自体を受けないようにする行為はダメージコントロールの分野には含まれず、あくまで被害を受けた場合にその被害極限の対策を指す。官邸の火災は応急対策上、火器の3種類に分けられる。これらのうち、一般火災に対しては通常の海水による消火対応が可能であるが、油、電気火災に対しては原則的に海水の使用が不可である。 万能ノズルを使えば、油火災には対応可能ため、化学消火装置による対応が必要となる。海水消火管装置は、消火器として、海水を使用する装置である。海水は、船底の海水吸入箱、シーチェストから吸い上げられて消火海水管に、通水された後、髪型の消火士管に導かれる。これらの循環は、機械室などに分散配置されている。 消火海水ポンプを動力としている。海上自衛隊の護衛艦の場合、通例、消火士艦は第二艦班、応急艦班上に配置されており、艦が被害を受けた場合の防御を考慮して、なるべく減速を避けて、船体中心に寄せて配管される。また損傷時に、機能の損失を最低限に抑えるため、大型護衛艦の場合は、艦の中央部前後で、 消化主管を左右に分けるリングメイン方式を採用しており、前後に区分以上と、左右限に区分以上で、計4区分以上に分割される。このほか、型原分は同接する甲板を変える場合もある。消化主管からは、各水防区画内で枝管を同接し、消化線が設けられている。消化線同士の距離は15メートル長のホース2本で接続できる。 範囲内とされているが、これは仮に損傷によって管内区画内で消化主管が使用不能になった場合、当該区画の消火栓を宅角の消化主管に属する消火栓とホースによって接続し、仕切り弁を閉鎖することで損傷箇所を迂回して海水を導くことで海水の循環を極力維持するための措置である。また入居中は、 消火海水ポンプが停止されることから、一甲板上の消火栓と陸上の消火栓をホースで接続することで管内火災に備えている。この消火栓には、消火管内の海藻類による出力低下を防ぐため、古式、ストレーナーが設けられている。ここに消火ホースを接続して、ホース先端のノズルから放水を行うことができる。ノズルとしては、 万能ノズルが広く用いられているが、これはハンドルの位置によって通常の直射放水の他に水切りとしての噴霧放水も実施でき、これによって油火災への対応を可能としている。また火災箇所から離れた場所から放水できるようノズル先端にアプリケーターを取り付けることもできる。アプリケーターは先端が60度または90度に曲がっており、全長は4フィート、 1.2メートル、10フィート、3.0メートル、14イート、4.3メートルの3種類がある。通常、消火栓の近くにホース係、またはホース籠が設けられ、15メートル長のホース2本を連結して収容している。片方のホースは、平時から消火栓に接続されている。近くの隔壁にはアプリケーターもかけられていることが多い。また数箇所には、 下半式の消火ポンプが設置されているが、これは、管内の消火海水ポンプが、機能低下、喪失した場合のバックアップとしていられるほか、内過程に搭載して、他の火災などにも用いることができる。下半式消火ポンプを用いて管外から海水を、取水する場合に備えて、アプリケータと共に消火用蛇管も隔壁に備えられているが、海水中の異物を吸入しないよう、 こちらも腰器を備えている。また海水消化管装置から分岐して、卵散水管装置も設けられる。これは、管の玉火薬格納の区画に散水ノズルを設置して、爆発や誘爆を防ぐため散水を行うものである。また、甲板上には、汚染物除去のための甲板散水管装置や、赤外線遮蔽のための赤外線対策散水管装置も設けられているが、これも、 海水消火乾燥地からの配管を受けている。海水消火乾燥地からの海水は、他にも、上院の汚染除去や、さらには、主意狩病差の洗浄など、様々に用いられる。化学消火装置は、消火液として、消火薬剤を使用する装置である。護衛管の場合には、下記のようなものがある。トスは、一般、床火採用の水性膜砲消火と、油、 電気火災用の粉末薬剤消火を同時に行うことができるものでヘリコプター搭載管において機械室やハンガー、ヘリコプター甲板に配置される。水性膜砲消火では放出区画付近に配置された比例混合器において泡消火薬剤と海水を混合して使用する。放出はリール式のハンドノズルのほかハンガー状に設置されたターレットノズル、 ハンガー内の天井部に設置されたスプリンクラーヘッドによって行われる。一方、粉末薬剤消火では薬剤の放出はハンガー内の天井部に設置されたスプリンクラーヘッドとリール式の放出ケノズルによって行われる。このため、ハンガー天井には水性膜放消火と粉末薬剤消火の2系統のスプリンクラーヘッドが別々に設置されている。タウは いわばトスを小型化して、下半式にしたものであり、一般、油、電気火災のいずれにも多用できる。泡薬剤容器と混合器、粉末薬剤容器と加圧用窒素、ガスタンク、ホースとハンドノツルを台車に設置しており、水性膜放消化を行う場合は、海水消火乾燥器の消火栓と混合器を、ホースで接続して、その海水を使用する。通常、 応急引退機所に配置されており、必要に応じて、機動的に運用される。放末発生機は、一般、油火災用であり、タウ消火装置の水生膜法消火装置を簡易化したものであるが、大重量で、管内運搬は不便であるので、基本的には、火災現場までホースを接続して、泡を放出して利用する。15メートル長のホース2本まで接続可能である。 ハロン1301、ブロモトリフルオロメタンガスによる消火装置であり、一般、油、電気火災のいずれにも対応できる。航空動力室、発電機室、ポンプ室、塗料、油脂倉庫に設置されており、ハロンガスが人に対して有害であることから、火災区画から人を退避させて、扉、ハッチを閉めて密閉した上で使用する。ただし機械への悪影響がないため、消火後、 区画内にあって小損していない機械は点検なしで直ちに使用できるというメリットがある。感染の設計にあたっては一定の安全率が見込まれており、浸水があってもある程度までなら沈没を避けることができるよう配慮されている。特に軍艦の場合は過酷な戦闘に対えて各種の被害に対しても十分な高換性を保持できる区画配置と強固な戦隊構造が要求される。 現代の護衛艦の場合、デキューの小型艦では2区画グループ、DD 以上の大型艦では3区画グループまで、あるいは箱の長さが水船長の15%までと定めるのが一般的とされている。また浸水時に耐えられる限度として、限界線、バウンダリーラインが設定されている。アメリカ海軍の場合、限界線は核壁艦艦減速点から 76mm かとしているが、 これは、小船の数値と同じである。水船下に損傷を受けると、特に中小化運転の場合は、復元力や予備浮力、船体強度の低下によって沈没に至ることが多い。損傷区画位置によっては、浸水量が増大すると横、縦傾斜を起こして、管の転覆につながることもある。このため、浸水区画から排水する一方、体側の区画に、 あえて注水することで復元力を保つこともある。船体に、破高やクラックが生じた場合、特に浸水の原因となるならば、早急な、射防が必要となる。完全な防水閉鎖ができなくとも、排水ポンプやエダクターと合わせて、浸水量を減少させることで、管の復元性、浮力維持には有用である。管内から、射防作業を行う場合、波に、毛布、 マットや箱パッチを当てて、その上から当て板を当てる。その近くで、ロンジビームなどを活用して、縦方向の支柱を立てて、当て板との間に、針支柱を突っ張ることで、水圧に対抗するのである。これらの支柱としては、管内に備えられた木製の角材が使用され、その場で必要な長さに切り出して用いられる。また可能な場合は、管外から箱パッチを当てることで、 水圧によって密着させることも行われる。このほか特にクラックの場合は、管が航行するとともに、割れが電波して拡大するので、小さなクラックに対しては、傷の両端にあえてドリルで穴を開けるクラックアレスタ、あるいはストップホールことで進行をストップさせることも、ある。海上自衛隊の場合、第三分隊、機関課内に、応急庁及び応急士が配置されており、 応急作業の指揮に当たる。専門の要因としては、応急工作員がいるが、最初の損傷によって、応急要員が全滅し、残った上院が応急対策に不慣れであったために、艦の喪失につながった例も少なくなかったことから、現在では全上院が応急対策の訓練を受けるようにな、いる。また、応急要員が全滅することを避けるため、自衛艦の場合は、 応急引退機所を、艦の前、中、後部の2.3箇所に分散配置している。現在の護衛艦では、車両看板型か、それに準じた船型を採用しており、2層の全通看板、あるいはほぼ全通した看板を有するが、この内下側の第2看板が、応急看板として位置づけられており、応急対策の主座となる。上記の応急引退機所や、作業を統括する。 応急揮所もこの甲板に設けられている。また1980年代以降に建造された護衛艦では応急揮所に応急監視制御板を搭載している。これは主要区画の火災の早期発見や隠しタンクの監視、補機類の作動、運転状況を1個のコンソールに統合したものである。呼吸用保護具としては1930年代以降、 循環式呼吸装置である酸素呼吸器が広く用いられてきた。これは、超酸化カリウムによって二酸化炭素を吸収すると、共に酸素を供給するものであるが、逆に酸素供給型に陥る場合があるなどの欠点があったことから、アメリカ海軍では2001年より空気タンクを用いる自給式呼吸器への更新に着手した。また海上自衛隊でも、 秋月型護衛艦よりスコーバに移行している。軍艦などのダメージコントロールについては、米西戦争や日清戦争の頃から艦艇などの被害を軽減する方法として知られていた。現在、この分野においては、太平洋戦争中に大規模な海戦を経験したアメリカ海軍や大日本帝国海軍の頃の戦艦を取り入れた海上自衛隊のノウハウは、 世界でも類を見ないものになっている。一方、日米の官邸と比べると、それらの経験が比較的少ないヨーロッパ諸国やロシアの官邸は、被害対策に対する意識の違いが現れているのがわかる。ヨーロッパ諸国やロシアの官邸は居住区などの居住性が良い一方で、現在でも可燃性のある材質を使用していたり、炎症を食い止める構造が弱かったり、 被弾すると危険な箇所に主観室が配置されていたりする。近年、増強著しい中国人民解放軍海軍の艦船もダメージコントロールのノウハウにおいては、NATO 基準と比較しても開きがあるという。こういったものは実戦を経験して、初めて得られるノウハウでもあるため、訓練等で補うのは難しい。フォークランド紛争においてエグゾセ空対艦ミサイルの 攻撃を受けたイギリス海軍の42型駆逐、シェフィールドは、機関部がシフト配置でなくパラレル配置になっていた上に、アルミニウム合金製の核壁や仕切り弁が誘拐したため、機械室が容易に炎焼してしまった。消防ポンプを起動できなかった上に、下半式ポンプも能力不足で消火士官が機能せず、火災範囲は、艦内の役に3に達し、 艦自身の消火活動はほとんど遂行不能となってしまった。艦は放棄され、数日後の栄光中に高天に遭遇、沈没している。この事件について、アメリカ合衆国の著名な海軍士屋であるは、現代の精緻な軍艦は、対艦ミサイルに耐えられないという誤解がつるしたが、20年に渡る冒険的なコスト削減の付けがとうとう、回ってきたというのが実態であると評している。 反対に、それらの経験を踏まえて設計された、艦艇、訓練を行っている、アメリカ海軍では、米艦、スターク被弾事件や米艦コール襲撃事件において、ダメージコントロールを迅速、確実に行った、結果、非戦時で、安全な後輩地が近かったこともあり、米艦艇は、沈没を免れている。もっとも、全見の民というものはあり、太平洋戦争において、 初めて実戦投入された艦視である航空母艦のダメージコントロールについて日本海軍は実戦で甚大な被害を受けてからようやく対策乗り出した反面アメリカ海軍は実戦を経験する以前から対策に余念がなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。